し柔らかくなってきましたね。ちょっと痛み和らぐ入れきましたかね。あ、はい、うん、今だとこうちょっとね倒すのも倒しづらいですよね。突っかかる感じっていうか、うん、ありますよね。こっちも冷えと硬さあるので、あ、うん、ちっちゃいですね。じゃあ反対横に。痛いですよね。うん、ね、ここはね、痛いですね。うん、でもだんだん滑らかになってきてるので、うん、
今痛み結構減りましたよね。そうですね、うん、温まって軽くなってきて、そうですね、柔らかくもなってきて、はい、見た目にもこう赤みがさしてきましたね、うんうん、これで拭き取りますね。少し上げたい、すいません。もう最初とだいぶもう柔らかいです、時間を寝ると。意外とね、あのこんなにあったのかっていうぐらいダーッて出る時あるので、うん、うん、そう、小出しなのかもしれない。そうだと思うんですよね。食べたものだけが便になってるのじゃなくて、うん、食べた分って3分の1なんですよ。腸内、死んだ腸内細菌だったりとか、はい、この絨毛とかのこう生まれ変わりで細胞だったり細菌だったりが、うん、あの3分の2を占めて、あれなんです。意外とその食べたものだけが便になっているわけではないので、むしろ食べなくても出てくるぐらい、ね、あの本来こうそういう代謝があれば、うんうん、あのだからちょっとたまに絶食した方がいいとか言うじゃないですか。言いますよね、はい、それはやっぱりこう出し切れないで残っちゃう分があるからみたいなことなんですね、うん、あはい、であの出てくる量よりも結構現代人ってどうしてもこう食べる方が多くなっちゃったりとか、うん、はい、割とそもそもこう運動不足だったりこう入る量は前よりも多いみたいな感じ、飽食、うん、の時代なので、うん、なので、でしょ、やば、暑い、熱々になってますね。こんな少ない、はい、ね、おかしくないですか、すごく、はい、カッカしますよね。人間なのかなって感じは暑いんですけど、冷えが強かったりするとよりこうちょっと暑さを感じやすいので、そう、やばい、なんか、うん、なんか今ポッカポカになってますね。でもすごい柔らかくもなってるので、その熱が、周りが良くなってるんだと思います。いやでもこんな、まあ、今まで以上に暑いですか。全然肌には問題ないですから、少しなんか真っ赤なのかな、そんなことないです。ちょっと赤くさしてるぐらいで大丈夫です。はい、ここに鍋置いてんのかなみたいな。そんなに